慶応会道場の田村です。今回はダイジェストの様子を直接解説していこうと思います。今回の動画は千切先生との技の稽古の様子です。まずは面の切り返しです。今打ってるのは私です。まだ足もちょっと重い感じだし、肩も楽々と触れている感じではないんですけど、まあ、だいぶ体調が戻ってきて良くなってきてると思います。で次は大きい面打ちです。で左足を蹴り出しながら左手を上げて、で右足が降りるときに右手を押して、上半身下半身を同じタイミングで使って面を打ちます。もう少し左足がしっかり蹴れてると、体が出てると良かったんですけど、ちょっとコロナで在宅勤務をしているうちに体重も増えてしまってですね、体もだいぶ重そうです。その分後ろ姿は良くなった気はしますけど、次は小さい面です。動きは先ほどと同じですけど、足の動きは同じで、右足が降りるときに竹刀を振ると、左手を押して右手を押して竹刀を振ると、もう打つギリギリまで左手を構えた位置から離さない、そんなつもりで打っています。この打ち方ができると、こうやって横から見てるとゆっくりに見えるんですけど、実際打たれてる相手の人は下半身が来る時にはまだ動きがつかめてないので、いきなり面を打たれるようなそんな感じがするそうです。これを極めていけばノロハヤの面が打てるんじゃないかと思ってます。次は出鼻面です。一歩入って相手を引き出して、ギリギリ引きつけてそこに一拍子の面を打つ、もう講談社に必須の打ち方になるそうです。ちょっと右足が右膝が上がってしまいましたけど、もう少し体重移動をうまく前にグッと出られるようにしたらいいような気がします。今元立ちで飛び込み面を打ってますけど、まあ、足がすっかり蹴り出せていないんで、腕で竹刀をこう気に入ってる感じがあるので、ここは直していかなきゃいけないポイントです。状態がまっすぐ立ったまま相手に向かっていって面が打てるようになりたいと思ってます。出鼻面です。出鼻面も、まあ、もう右の膝が上がってももが上がって大きく踏んでますけど、もっと体重移動で体重を
を中心から右端にグッとこうかけながら、例えばパンと打てるようになりたいと思ってます。小手は有効打術に持っているのは難しい技だと思います。前線にしっかりこう体重が乗らないと、で打った後もしっかり雑誌に打っていないということで、ちょっと私の小手でもまだ審査に使うのはどうかなと今ちょっと不安にあるところです。次は合小手面です。合小手面は自分が攻めて打つ合小手面でなければ有効打突にならない。攻め込まれて重心が下がっているところで合わせてもこれは認められないそうです。グッと相手に近づいていって、体重移動がしっかりできてないんで不十分な小手面だと思います。小手面は小手をしっかり打って、その竹刀の反動で振りかぶって次目を打たなきゃいけないんで、その1本目の小手をしっかり打つというのがポイントになると思います。次は小手返し面です。右手を返して相手の竹刀を上に乗せて、その当たった感触を反動に変えてこう打つ。竹刀が当たった瞬間に左手右を返して打つ。これは審査でも有効なことだと思います。面返し面を今回稽古してないんですけど、面返し面は審査ではちょっとどうかな、相手の方も稽古を打ってくるはずなんで面を返すという余裕はないのかなと思って今回はみ出ます。今やっているのは小手をすり上げて小手です。小手のすり上げは右手でしのぎを使ってすり上げてで落として、剣線を跳ね上げると竹刀が返ってこないので、左手で竹刀を水平に上げるイメージでそこから戻して、で小手の吸い上げ小手ということになります。これもちょっとクロートっぽい技なんで審査で使えたらいいなと思ってます。剣線をこう跳ね上げないように使うと竹刀は簡単に動いてきます。今いい動きです。これはちょっと剣線が動いてしまって戻ってこなかったですね。次は面すり上げ面です。これは表と裏と両方、これは裏から先ほどの小手すり上げ小手と全く同じで高さが違うわけですね。手の腰の高さが違うわけです。
表から擦り上げる場合は左手で擦り上げて下ろすんですけど、今ちょっと肩が具合悪くてですね、ちょっと負担があってできませんでした。シースで使うとしたらやっぱり裏から擦り上げて打つ方が理にかなってるような機会が捉えられるような気がします。今言ってるのは竹刀の先で払ったり擦り上げたりするとうまくいかなかった時に、リカバリーできないよという話をしていました。千木田先生のように上背があるとですね、これ楽々できる技なんで、私みたいにちょっとぽっちゃり系の腕の短い形式には難しいんですけど、なんとかものにしたいなと思います。次は面に対する指導。私返し指導は得意な方なんですけど、この時は千木田先生がちゃんと打ってくれないんで、この面を受けてそのエネルギーも使ってこう返すんでですね、受けに行っても竹刀が当たらないんでタイミングが取れなかったと。今のは抜きに行ってますけど、返し胴は相手に打たせて、そのエネルギーも使って竹刀を返してくるという技になります。新陰流のいうところの活人拳になるんじゃないかと思います。あとはこういった技が立ち合いで出せるかというところなんですけど、その技を出すタイミングの時に基本打ちと同じように体勢ができていることが重要なんでですね、足を使う、特にチャンスの時に左足がしっかり床を踏めているという状態を作ることが大事になります。この辺についてはまた後日ビデオにしたいと思います。また手の内についてはすでに動画に上げてますので、そちらをご覧いただきたいと思います。概要欄に上げておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。